はい、皆様こんばんは。1月9日月曜日、第324回のしゃべくりマッスルの時間がやってまいりました。今日のマッスルはですね、今朝からですね、車のフロントガラスにですね、雪が少し残ってました。現在はですね、雨が降っておりますね。ちょっと小降りではあるんですが、そんなマッスルでございます。今日のゲストをご紹介いたします。NPO 法人夢空間、真っ白の松を心を育てる会の、理事長であります加山敦美さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、この私たちの、真っ白テレビ局の、広報部長というのもやってもらっています。今日はですね、NPO 法人夢空間の、28年度のですね、取り組み、その総括みたいな形、それから29年度の取り組みなどについてですね、ちょっとお話をお伺いできればいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。初めにですね、夢空間の、コンセプトっていうかね、それもちょっと、このパネルありますので、ちょっと説明していただいていいですかね。真白はですね、非常に真田十幕の城下町として、自然豊かな町なんですけども、非常にですね、真っ白城と武家屋敷、そして、町屋と寺町と、こういった城下町の4点セットがですね、きちっと残っている町として、非常に全国でも稀有な町というふうに言われているんですね。そういった中に非常にお宝がいっぱい隠れていると、そういったものをですね、生かしながら町を元気にしていこうということで、住民参加で、100名ほどのメンバーでですね、平成13年に立ち上がって、平成、16年目ですかね、になるといったような形ですかね。わかりました。あとあれですね、この NHK、 昨年度 NHK の真田丸っていう形で、結構賑わいは見せていまして、それに合わせてですね、大博覧会というのを設置されて、夢空間もそこへ関わってるっていう形ですね。この関わり方っていうのはどういうあれでしたですかね。これでちょっと見ていただく。そうですね、私たちはかつてからですね、発足当時からやはり町の中の魅力を発見しながら町歩きを中心にやってきたんですね。それはやはり町の中の魅力をですね、実際に歩いて体験してもらうということでやってきましたので、この中の大博覧会の中の実行委員会に加わりまして、町歩きというものをテーマにしながら、真田ゆかりの地巡りといったようなことを中心にやりましたね。この中の一つ、これ大博覧会のあれですけども、この中の一つですね。そうですね、中心になったところが、この真田邸とかですね、宝物館だったと思うんですけども、私たちはこの真っ白駅舎からですね、ぐるぐるぐるっとこう回って、真田家の家老、小山田さんとか矢沢さんなどなどですね、真田丸に出てきた、役者があったと思うんですけども、人物、そういったところを巡りながらですね、散策すると、1時間半くらいのコースだったと思いますけども、そういったことをですね、来訪者に、実際に歩いていただいて魅力を伝えようといった取り組みが中心でしたね。あとその他にですね、こういった城下町歴史散歩、これはちょっと切り口がちょっと違うやつに、そうですね、それぞれこのゲストというか案内人がですね、自分の得意とするところを案内するといったような形でですね、三田さんなんかもお酒の、お酒屋さん巡りといったものを初めてやっていただいたりとかですね、それから七福神巡りといったようなことでですね、非常にこの町の中にあるこの魅力をですね、より知ってもらおうということで、ガイドの皆さんの個性を生かして案内してもらったといったような取り組みですかね。あとはこれもちょっと小さいですけども、1年間の夢空間ですね、ここからここまで。そうですね、毎月毎月もうこれ2回くらいやってますからね。特に今年は、例えば自転車で真田丸の史跡を巡るといったようなことでですね、寺尾の方の大王子さんの方にも行ったとか、いったのもありましたし、それから今度は歩いてですね、寺尾芝を巡るといったようなことでですね、信之さんの晩年を過ごした大法寺ですか、そういったところに焦点を当てながら町巡りをしたといったような、取り組みをやりましたね。住職さんにもね、いろいろと説明していただいたりとかっていうのもありましたですね。今回初めてそういったあれで、あとはこれ真っ白学講座、信之さん生誕450年記念という形でね、真っ白学講座、毎年
年6回やってますけどもね。そうですね、今年もやはりこう真田丸に合わせて、うん、特に真田信之さん、はい、にですね着目しようということで、3回3回、前期後期分けてですね、はい、それぞれの講師の先生方をお呼びして、その信之さんの功績あるいはまた真田家に伴う女性たちなどなどについてですね、はいはい、今まで知らなかったことを学ぼうということで、うんうん、取り組みやりまして非常に大きく反応がありました。そうですね、特にまあ一番大きく集まったのは200人くらい集まりましたので、そうですね、体育館が、うん、まあ、小公民館体育館いっぱいになったということもありましたね。そうですね、はい、まあ、あとこれはねこちらでしたね、鷹狩りも今回ね、ちょっとやってみましたですね、はい、こう真田家っていうのは非常に鷹狩りがですね活発だったということがだんだんとこのですね、長野県短大の二本松先生によってで解明されてきたんですけども、まあ、実際にじゃあその鷹狩りってどんなもんだろうかということで、はい、真っ白城の二の丸でですね、はいはい、まあ、実演をしてもらうという取り組みをやったんですね、うん、でこれも事前に新米等に報道していただいたんで、はい、当日800人くらいの方々が集まってですね、うん、非常によくこの面白く体験できたんですかね、鷹狩りってものはこんなものだったのかと、そうです、ね、言ったことも分かったイベントだったと思います ね、 そうですね、はいはい、あれも良かったですね、そうですね、はい、あとはもうこれ、昨年の12月に一応最終回みたいなあれですけれども、はい、これに合わせ信之さんの生涯みたいな形でですね、はい、時代構成担当の平山優さんに来ていただいて講演会やっていたっていう、そうですね、平山優さん、NHK 大河ドラマのこの真田丸の時代考証をされたんですけども、その方がですねやっぱりこうドラマ進めていくうちに信之さんっていうのは非常にこの偉大な人物だったということが分かったと、うん、その割にあんまり本になってないということで、ぜひとも本にしたいということでですね、はい、出版をされました、ね、でこの父の知略に勝った勝ったか決断力ということでですね、うん、この平山優さんをお招きしてそれじゃあ、その信之さんについてのお話聞こうということで、ね、まあ、出版を記念してですね、はい、文化ホールで、お呼びしたんですね、これも大変真っ白文化ホールいっぱいになるくらいですね300人近い方々が集まっていただいて、うん、はい、お話を聞き、そしてまたサイン会もやっていただいてですね、うん、はい、まあ、非常に大きな反響を呼びました ね、 そうですね、いかに真田丸が皆さんにこう人気だったかということが分かったかというふうに思います。そうですね、はい、はい、分かりました、はい、まあ、これ一通りまあ昨年度のっていう形ですけども、はい、じゃあこれはこの来年っていうかまあ今年の29年度、はい、これはもう真田丸引き続いてまだ少し余波があるかもしれないけれども、ね、続いて今度やるっていうのはどういう形でやるのかっていうのをちょっと聞かせていただければ。そうですね、やはり真っ白というものがですね、真田信之さんが活躍することによって大河ドラマの中で、はい、一番最後になんかこう佐久間象山とか出てきましたよね。そういった面で余韻としてですね、うんうんうん、まだまだこれから1年くらいは続くんかなと、うん、真っ白人気というのは続くんかなというふうに思います、うんうん、そういった面でやはりポスト真田丸ということの中でまず信之さんについてきちっと私どもですね、うん、引き続いて研究していくと、はい、やっぱり深めていくということが、はい、必要だというふうに思いますし、はい、合わせて、今年はですね本格的にこの真っ白城の国一席の真っ白城の整備がですね、はい、大院基整備工事というものが始まっていくんですね、うん、で今までのあった松屋さんとか小山大院さんとかが取り壊されて、はい、そこをですね今年から発掘調査が行われてですね、で今はこれが現状なんですけども、はいはい、その周辺部に当時の様子の、はい、その堀とかですね、はい、三日月堀の堀とかそれから、はい、丸馬出しっていうようなことがですね、はい、武田流の築城術のものがですね、うん、かなり復元されていくんですね、はい、でそうしますとここに真っ白駅舎っていうのがあるんですけど、ね、はい、この駅舎とこの真っ白城整備がですね、はい、一体化するような形で新しい魅力ができてくるから、はい、このことを私たちはよく研究してですね、はい、より良い整備がなされるように、そしてまた、はい、この築城術という武田流の築城術とよく研究してですね、はい、どういうふうな地形を生かして、うん、この真っ白城が整備されていったのか、はい、単にこの
お城の整備だけじゃなくて、うん、先ほど申しましたように、はい、お城とですね、はい、それから、武家屋敷、そして町屋と寺町といったものが立体的に整備された町ですので、うん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 、やはり地形的にもですね、はい、こう山に囲まれたこう扇状地ですので、はい、川を2本ね、神田川と関川が合うかと思いますけど、はいはい、そういったものを生かしながら、うん、真城城を中心にして真城の城下町を作っていったわけですので、そういったものをですね実際に歩いてみたり、はい、そしてブラカッタハモリがよくね、まあ、最近人気ですけども、実際歩いてみてこう段差があったりとか川があったりとかいったものを探求しながらですね、うん、はい、そうした新たな魅力を再発見していくといったような取り組みができると面白いなっていうようなことを感じてますね。うん、なるほどね。はい、まあ、結局今もそうですけど、まあ、武家屋敷の潜水潜水路、まあ、これも水の問題っていうのが今出てきてます、はいはい、最終的にはここの水の問題っていうのも出てきちゃうんだけど。そうですね、はい、当時江戸時代から作られた要するに神田川と関川の水を生かしてですね、武家屋敷ゾーンにこう潜水潜水路と、はい、要するにまあ池と池をつなぐですね、川の水をこう上手に整備しながらお城の方の堀の方へ水を流していったんですね、うん、でだん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 今水が少なくなってきちゃって、はい、枯渇してると、はい、お城の方にも水を流れづらくなっている、はい、いったような潜水潜水路もですね、はい、保存もしにくくなってきているという状況なんですんで、やっぱりこのお城整備合わせながら、はい、やっぱりそういう潜水潜水路の保全にもですね、つながっていくような取り組みができればいいかなというふうなことは思いますね。はい、まあ、あとですね、まあ、それに合わせてまあこういったこの夢空間としてもですね、はい、昨年の暮れにパッと発刊したんですけども、これから今日は発表する夢のような形になるんですけども、そうですね、うん、これは真城城がもうちょうど駅舎が使われなくなって5年目ですかね、はいはい、廃線になってから5年目ですかね、うん、長野電鉄が、うん、でもいろんな形で待合室とかいろんな形で使われてるんですね。で、今回真田丸で1年間、はい、いろんな形でガイドの方々がですね、はいはいはい、活用していただいたんですけども、うん、そういった中で、うん、この真城駅舎がすごくですね、うん、地元にとっても大事な場所であり、うん、またそういう歴史をつなぐ場所であるという目で、はい、旧駅舎を町づくりに生かすといったようなことが非常に必要になってくるんじゃないかなと。なるほど。ということで、はい、これについての本を冊子を出したんですね、はいはい、で特に、まあ、活用案についていろいろ研究していただいたんで、そのことをですねまとめてこの冊子にもしていったというようなことですね。これをまたやっぱり実現できるような形で取り組んでいければいいかなというふうなことを思いますね。あとそれとですね、まあ、これ今までこう一冊にまとめるっていった本はなかったですもんね。真城駅舎のことを中心にしながらこう書いた本ってのは全くなかった、ですね、そういうふうに思います。まあそうですね、はい、まあ、あとこれがですねちょっと面白いのは真城小学校4年生1組24名さんですね、はい、こういったその真城ガイドブックみたいなものをちょっと作ってね、建物歴史をよく知りませんでした、はい、そして建物歴史をよく知り観光客にガイドをしたいと願いガイドブックを作りましたみたいな形で、ね、松屋歴センターに持ってきて夢空間の話をしてもらって、こういう形でまあお城もありました。非常によくね、小学生さんが研究してくれて、はい、そしてこれを元にしてまた真城丸の間にガイドもねしてくださったかというふうに思います ね、中学生とか高校生なんかもいろんな形で真城の街歩き、あるいはまた街づくりについて協力してくれてましたよね、うん、で我々は意外と知らないことがいっぱい、ね、研究されて、まあ、子どもさんの目線っていうのも ね、とても大事だと違ったりしてるというふうに思いますよね。素晴らしいですよね、はい、これあれですね、はい、文部学校、はい、まあ、自分たちの学校の中にあるやつなんですけどね、はい、こういったところもね、まあ、日の目を見せるっていうんですかね、はい、そういった子どもたちに思いを伝えていくってことも、うん、とっても大事なことかもしれないです ね、はい、あとまあこれも終わりますけども、あとは群馬県のあれですね、富岡製糸場も、ね、はい、来年、この9月からなんかには、映画で化されてっていう形がありますね。ちょうど世界遺産登録をですね、富岡製糸場がされてから、はい、ちょうど3年目ということで、富岡市がですね、その記念事業として、真城出身の横田英さん、和田英さんですかね、はいはい、富岡日記というものを当時15歳くらいでしたかね、はい、1年半くらい富岡製糸場に行って、うん、勉強してきて、はい、真城の
製糸場を立ち上げた功績があるわけですけど、まあ、その方を主人公にした映画をですね、撮っていらっしゃると、うん、でその秋口にはですね、うん、それが完成すると、はい、いうことになれば、まあ、地頭としてもですね、その上映会をやったりとか、はい、あるいはまた、横田家ですかね、はい、生誕された横田家の住宅でもってやっぱり、うん、そういった展示とかですね、はい、和田さんの功績を称える展示とかですね、うん、なんかできるような形で、うん、イベントなどが組めればいいかなっていう感じはしてますよね。うん、そうですね、はい、祭りも、まあ、昨年に引き続いて、今年もっていう形になりますね。そうですね、盛り上げていければいいかなというふうに思います、ね。あとはまああれですかね、別にその他のものもあるっていう形で、ね、あとは真田家の研究していくとですね、はい、ちょうどやっぱり、信之さんがこう立ち上げた真っ白藩がですね、はい、まあ、10代にわたって250年間栄えるわけですけど、うん、はい、やはりだんだんこう時代とともにこう急防していくんですね、財政的に、はいはいはい、そういった中でちょうど中期頃ですね、1700年代の中で、財政が非常に苦しくなったという中で、うん、六代藩主の時にですね、はい、家老の若手の家老の恩田木さんを抜擢してですね、はい、財政酒に当たるといったので、はい、日暮らし つづりですかね、はいはい、いった本も出てるわけですね、うん、でちょうどその恩田木さんの生誕300年に当たる年なんですね、今年、うん、でそういったことで今まであんまり恩田木さんに光を当ててこなかったかと思いますけども、はい、今年はその300年に合わせてですね、何かやっぱりイベントを深めて知ることが大事かなということで、何か考えていきたいなというふうに思ってますね。はい、分かりました、はい、まあ、ちょうど時間になってしまいましたけれども、はい、まあ、ほんの一旦をお聞きしました、はい、まあ、一応この29年度、はい、またなんかね、いろいろと頑張ってやっていただければいいかなというふうに思いますので、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。さすがでした。三田さん、はい、いやあ、夢空間すごいね、たくさんの事業を展開していて、うん、また29年も本当にいろいろね、うん、こう展開してね、はい、素晴らしい、はい、くるくるって回っちゃうね展開、その展開そのはい、はい、了解です。来週はね、はい、ちょっと予告ですけども、今明日なんですけどね、七福神巡りやるんですね。まあ、1時から集まって1時半から出発という形で、はい、まあ、今日もね、町歩きセンターにはちょっとね、連絡ね、近代の方から連絡3、4人来てますんで、まあ、ちょっと明日雨かなっていうのはちょっとね、なんかね、雪ちらっと午後ちらっとかるかなっていう感じなので、まあね、少しぐらいだったらやっちゃいましょう。なるほど、縁起がいいので ね、はい、あと16日はね、やっぱりこれ年に1回だけっていうのでね、閻魔大王さん、うん、配管っていう形でね、ここもちょっと見させていただいて、まあ、住職さんにちゃんと説明をしていただくという形で、はい、はいはいはい、そんな形でございます。はい、来週の予告をお願いします。はい、来週はね、長野商工会議所、はい、うん、真っ白支部、はい、ね、これ議員さんとしてね、関東経済産業局長表彰っていうのを受けたんですって。でその方、佐藤製作所のね、代表取締役の、ね、会長さん、佐藤さん来ていただいて、はい、この内容的なもの、いろいろお話聞くわ、多分ね、うん、真っ白の中の工業の関係のお話、多分ね、なんかお持ちだと思うので、そういったものをね、いろいろちょっと聞きたいなって、ね、うん、って思ってるんです。はい、これからね、どういう形で取り組むかみたいな形のね、はい、あれやれればいいかなというふうに思います。はい、はい、それでは来週のしゃべくま、真っ白、はい、どうぞお楽しみに。楽しみに、よろしくお願いします。